さんこんにちは、マナキーです。今日はですね、お食事にお出かけしに来ました。久屋大通りパークです。こんな感じに、綺麗になってますね。テレビ塔、テレビ塔よ。ついにマナティも来たわ。ここマナティ、はい、到着しました。ここかしら、スコンタン、タイ料理です。あらあら、なんかそんなところに美女が、あら誰かしら、あら偶然、どうも。世界のトヨタの花、ゆりちゃんと小顔ナンバーワンモデルスタイル、ジェシカちゃんです。あーすごい言われてんだけどそうよ、ダメよ手やったら。パラチン、はい、お店の中入りました。イエーイ、呼び鈴が、イエーイ、イエーイ、注文するわ。はい、それでは乾杯、イエーイ、イエーイ、第1弾よ。タイルル来たわ、私の大好きな空心菜。なんて名前だったっけ、青スタイルだね、空心菜。それとあと揚げ物です。エビの大春巻き、ちゃんと正式名称言うわね。ハッパクワンファイティーン。と、クンポーポピア3本頼みました。イエーイ、イエーイ、イエーイ。マナティいただきます。いただきマナティ、いただきマナティ、イエーイ。空心菜がでもなんか元気ないね。やっぱりあの、はい、季節のせいかしら、空心菜が元気ないわ。はい、ほら見て、季節のせいかしら、空心菜が元気ないの。やっぱりね、取る季節によってね、空心菜違うのよ。じゃあマネティは元気で。でもいただいちゃいます。いただきます。この味、この味、ちょっとピリ辛で、あの味噌炒めね、ニンニクが効いてる、ニンニク効いてる、美味しいわ。あ、美味しい、久しぶりだな、美味しい、私も久しぶり、好きわ、これ行くわ、幸せ。大春巻き、エビ、スイートチリソースをつけて、やらしい、サクサク、エビがプリプリ、私もプリプリ。色付け OK、 ごめんね。でもマナティはお家で何やってるの。お家でね、編集と撮影の日々。そうよ、大変よ。でね、USB でしょ、ゆうちゃんどっか行くの。まあ、滋賀県。あ、滋賀県行くんだ、へえ、いいね。何しに行くの。今まで食べ、あ、一緒に、何熊の子、熊鍋、熊が入ってるの、熊が入ってる、はい、ありがとうございます。山田君がガパオガパオ。だ、もう全部美味しそう、全部美味しい。コップンかーって感じ。サリかー、コップンかー、アロ、なんだよ、アロイ、アロイ、あー、アロイ、マナディスワン、あ、マーン、スワン、
かしら私。スワイマスワイマ美女二人よ。パラチン。まぜまぜ。おまぜまぜしちゅう。おまぜまぜです。おまぜまぜタイプ。ぶっかけ。あ、トロトロ。ガパオライスぶっかけトロトロ。キミンダトロトロ。ヤムンセ、あ、ヤムンセやだ。パクチーが乗ってるわ、パクチー。あ、私食べれます。パクチー。あ、ごめんね、箸取っちゃった。いいです。アロイなのよ、ヤムンセンも。これどこ取ってるのか、いまいち、いまいち分かってない私。Thank you。 あ、おいしそう。わー、でもちょっと匂いがね、ちょっとバーホーって感じで、ヤムンセンね。いただくわ。それいくわ。あ、でもちょっと日本人向けにしてあるかも。ちょっと薄味なんか、うん、ナンプラーとかあるから入れてみる。ナンプラー入れた方がいいかも。女子大のタイ料理屋さんより薄味、全然薄味。うん、あ、私が上だけ払ったかも。あ、私が、うん、私が上だけ取っちゃった、取ったからかも。ね、おいしいよね。やばい、タイ来たーん。私タイ来たーん。初めての海外でさ、性転換にしか行ってないからさ、辛い思い出だけよ。夜店とかゴーゴーバーとか行ったけど、そう、なんか手術があるっていう頭があるから、ね、楽しめないじゃん。手術前日にゴーゴーバーよ。男の裸体よ。もうたぎってたぎって、そうよ。たぎりますわ。もうパラチガパオライス、イエーイ、ガパオガパオ。あ、全然取れなかったわ。うん、セクシー。味がセクシー。おいしいわ、ロイ。ここ何でもおいしいわ、全部おいしい。やばー、みんな休みをね、満喫してるみたいね。よう食べるわ、オカマ。追加追加よ。ヤムーセンとファンディ、ファンディ、なんとかディーンがおいしいのよ、空心菜の炒め物が。ねえ、ねえ、マイコマイコと大概寝せなかんよ。スコンタさんもあかんわ、うますぎるもん。今日は川の水じゃないですね。今日は川の水じゃないの、ジャスミンティーよ。ジャスミン、アイスジャスミンティー。ね、うん、多分ね、日本人向けに使うんだ。うん、いやパクチーが攻めてきたわ。いやされてるこのカセラ、あ、こちらはね、見て見て、おかわりしちゃったわ。パッとパック、ブンファイデンよ。パッとパック、ブンファイデン。空心菜の炒め物でございます。おかわり。なんかね、空心菜ってでもね、なんかヘドロのドブに生えてるらしいよ。ヤムンセン2杯目来ました。ここで味変したいと思います。タイといえばナンプラー。
イエーイ。かけまーす。あ、香ばしい。お酢も美味しいです。やだ、お酢。酸っぱいもん。ちょっとまあ、そう。いただきます。ハロー。ナンプラーかけて美味しくなった。ちょっとピリ辛になって。はい、全部食べましたわ。ごちそうさまでした。美味しかったわ。アロイ、あ、入店祝いということでおごっていただいちゃいましたわ。ミススワイニーもジェスチカもよ、光栄だわ。ウレピー一番ババアなのに。ゆりちゃん、おすすめのクレープ屋さんもあります。ゆりちゃんとジェシカよ。テレビ塔ですわ。たぎってしまいますわ。ジアレ着きましたわ。ジアレ全米が泣いたかしら。タピルはデザートよ。ジアレイ来ましたわ。タピオカ盆栽ミルク、うん、なんだっけ。タピオカ盆栽黒糖タピオカミルクティーでございますわ。いやー、デザートですわよ。いただくわ。マナティ、ごちそうさまです。はーい、はーい、はいはーい。美味しいでございます。美味しいでございますわ。乾杯乾杯乾杯。すごいね、この盆栽のチョコチップがね、つぶつぶで。いいね、背景も綺麗。すごい食感がいい感じです。ディアレン、やっぱりデザートはタピオカに限るわ。パロチ飲み干しましたわ。おかま座談会終わりました。イエーイ、美味しかったわ。最後はラルフローレンカフェに来ました。おしゃれよ。アイスカフェラテ買って帰りますね。すごい美味しそうなケーキもあって、コーヒー美味しそうだわ。おしゃれだわ。こちらにラルフの服がいっぱい売ってますね。はい、今日はこれで帰りますね。はい、本日はご視聴どうもありがとうございました。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。